普賢伝総領や息子との写真を公開。元乃木坂46の A 藤見彩が12日朝、自身のインスタグラムを更新した。夫西武源伝総領内野手や息子との家族ショットを公開し、第2子を妊娠したことを報告した。この度第2子となる新しい命を授かりました。この冬、源鷹に新しい家族が加わります、と報告。日々強くなる態度をしっかり、感じ赤ちゃんと一心同体でいられるこの尊い期間を大切に感じながら毎日を過ごしています、と幸せいっぱいに明かした。今回も安定期に入るまで遅に悩まされましたが息子のおかげでこう正しく過ぎていきました。いろいろな症状が第一子の時とは全く違うので赤ちゃんの個性のようなものをすでに感じています。と説明。今回は家族でセルフ撮影してみました。スリーショットが撮りたくて挑戦したのですが結果はご覧の通りです。小と昨年1月に出産した息子を夫婦でアイアスショットも公開した。息子も私がお腹を指さすと赤ちゃんの名前を呼んでくれます。お腹をなでなでしてくれて少しずつ分かってきているのかなと思います。と綴り、息子にとっては両親を独り占めできるのはあと少しなので、3人で過ごす時間を大切に、みんなで新しい赤ちゃんの誕生を楽しみに過ごしていきたいと思います。と伝えた。家族でお出かけしていて声をかけていただくことも多いのですがこれからオフで赤ちゃんのお買い物など行く予定でお腹も大きく目立ってきたのでここでご報告させていただきました。と説明した。コメント欄には、ミサミサおめでとう。素敵な赤ちゃんが生まれますようになど祝福の声が相次いだ。江藤は19年10月に源太と結婚。昨年1月に第一子となる息子を出産した。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。